皆さん、ポコネチョワ、ポコネチョワ、ポミチンです。アニキです。ヨシです。カツガンです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。前編ですね、スライムボールをたくさん集めまして、まあ、それ何のためかっていうと、後編でやるのは、今さら聞けないエリトランチャーの作り方。なるほど。あのエリトラですげえ飛ぶやつ。そうです、そうです。あの発射されるやつですね。あ、いいね。うわー、夢あるなー。あれーやっぱみんなカズさんのカズクラ見てて、真似したいと思う。あー、それは思うやろね。さ、あれでさ、すぐさ、海底神殿でもなんでもさ、飛んでいけばいいんだもんね。そうですよね。なるほど。ね、あれ見ながらさ、素晴らしい、効率が上がる。で、今あのみんな僕らもエリトラ、あ、ヨさんだけはエンチャントついてないな。はい。色が違う。全員手に入れましたんで、それを作って、今後の糧にしていこうかなと。ああ、いいですね。はい、そんな感じですね。ここに作っていきましょう。はーい。こっから哺乳瓶の方にですかね。哺乳瓶の方にね、ちょっとあっこに食らいつくような感じで。はい。ちょっと待ってなぁ。ちょっと小高くいくわの。あ、豪華ですね、もうなんか素材が。そうそうそう。ちょっと豪華に行こうかなと思って今回。なんだっけ、すごいプルプルブロックみたいな名前、何だっけ。そう、わざわざ持ってきたのこれ。まず今基本の形を整えるところでございます。ほう、これが皆さん基本です。基本かまどをこう、そう、宙に4つ、まずはこのここまで基本。そしてここからですね、はい、スライムブロックがちょっと必要になってきます。なるほど、ついに。ちょっと待ってくださいね。はい。まあ、とりあえず手前に2つ必要なんですけど、はい、ここからですね、粘着ピストンを1つポイッと。おお、この形ですね、今。へえ、かまど2個の間に入れるんですね、こうやって。そうです、そうです。なるほど。スライムブロックを2つ。そう、ちょっと今からまた分かりやすくするために、あ、階段で。さあ、こっちの登っていきましょう。こっからもいろいろあるんですよ、お客様。はい。ちょっと見栄えきれいにするためにちょっとこれ壊させてくださいね。はい、はい、よいしょ、よいしょ。ほう、なここにね、ディスペンサーというものを。ディスペンサー、はい、向きはどっち向きですか。向きはこっち向きですね。あ、飛びたい方に。そう、飛びたい方に置くと。そう、こうやると。ディスペンサーの前に6個、ハーフブロックを。ではここからですね、はい、奥のフェンスを下にペッペッと、ペッペッとやっていただいて、はいはい。で、ここにね、看板を貼り付けるんですよ。看板、看板をペッてやって、はい、2つともですか。ペッてやって、ほんでこれの側面に、あ、側面に看板。多分こんで OK。 へえ、こんな形なんだ。そう、なんかカーズって書いてますね。ちょっと私が作ったし。ちょっと待ってよ。誰に対してのアピールなんですか。爪痕残してますね。これかまどなのはあれですか、スライムブロックがくっつかないような。そう、動かさないようにするため。なるほど。ほんで、手前の方に水をブシャーってやります。ほう、ほんとかな。いや、これこれすごい自信ないんだけど。はい、まあまあ、ここで基本の形できましたよね。へえ。ディスペンサーに向かって水が流れ込んでいるような感じですね。そうです、そうです。顔に向かって、カエルみたいな顔しますので、ほんでぷいぷい、はいはい、からの、ぷい、あ、ガラス、板ガラスですね、これ。ガラス来ましたね。なるほど。で、少々お待ちくださいね。はいはいはい、すぐですよ、これ。はい、ここの手前にガラスを置いて、はい、かまどにぶっ刺すんですね。ほんで、多分ね、上の方にハーフブロックをペンペンと、はい、多分これで基本の形が出来上がり。そうなんですね。こうだと思います、多分。あとは、ちょっと待ってよ。板ガラスの横にハーフブロック3つ。あとはね、
このディスペンサーにさ、はい、今からもう船を入れていく作業やで、もう楽にするために、はい、よいしょ、あ、ディスペンサーにぶっ刺すんですね。そう、ぶっ刺していく。あ、ほー、ほんで、今もう今チェストをこうやってやっとくで、はい、ここにどんどん入れていく。そう、じゃんじゃん、ここにボートじゃんじゃん入れていくような感じほー、入れてみて。ボートは一回ちょっとテストしてみようかな。1個ずつしか、うん、ちょっとテストしてみるね、一回。はい、え、あ、やべ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 、間違ったとこ動いたあー、吸い込まれてる。へえ、あれ、ちょっと待って、行った、ちゃんと。はい、中に入ってますよ。あ、出てるね、なんか。はい、あ、待って、これか。ちょっと10本ぐらいちょっと遊んでみて。あ、そうそうそう、すごい、すごい、あー、すごい。ほんで、ちょっと待ってね、ほんで、はい、ちょっと横のさ、このチェスト一瞬壊させていただくよ、今。はい、はい、くっつくと嫌だからからので、ガチャン、どうなった。あ、合ってると思う。へぇ、ボートが下に来ますね。うん、うん、合ってると思う、多分。おー、あら、うん、いけるわ、これ。おー、ちょっとドマっぽくちゃんとセンター行ったね。よし、うな、じゃんじゃんみんなボート入れてってください。はい、はい、ホッパーに直接。うん、ホッパーでもディスペンサーでもいいよ。あ、はい、よし、頑張るぞ、次こそは。な、もうこんなもんですか。はい、な、小道先生、はいはい、ね、よいしょ、はい、今からやるのが、はい、でございますね。よいしょ、先っちょで見ていてもらおうかな。先っちょで、はい、はい、いきますよ。はい、えい、おー、うん、あ、止まってるね、オッケー。なるほど、ここに止まってるんですね、ボートが。はい、あとはもう、もう簡単ですよ、これ。あとは、はい、これですよ、ここ。ああ、なるほど、上にこうストンと落ちてくるための囲いですね。これもうどうしようかな、こんぐらいでいいかな。はい、あとは階段、階段じゃないや、はしごをピッと。多分こんでできましたよ。あら、おー、早く、ただこんだけで素晴らしい。階段もね、後ろの方でよかったっけな。階段、あ、階段ちょっと取ります。階段、あ、階段じゃないや、はしご作ったで、はい、こんでいいかな。はしご、どこですか。あ、こっち、こっち側に、内側の方に。へー、こっちなんだ、はしご。もうあと行けると思うんで、ちょっと行ってきていいですか。はい、お願いします。ちょっと、ちょっと行ってみますね。はい、行けるかな。一瞬でなくなった。あれ、めっちゃ飛ぶわ、これ。めっちゃ飛んだっすね。キラーンっつって。じゃあ、僕もちょっと失礼して。はい。おー、すごーい。めっちゃ飛んだ。成功した。成功しました。クエスさんできます。あー、カズさんいる、カズさんいる。ね、行こうか。角度ある、あるんですよ、これ。角度はあるけど、何よりも、うん、そのまっすぐ行った時、もう、よいしょ、進むときに、はい、前進して、ちょっと荷物置いてこう。あ、もうもうもう W ボタン離すのをやめんたかもね、途中。そうですね、落ち始めたら。あとはもうちょっと上向いて飛んでいくだけ。F5、 どういうこと。そうそう、まっすぐ行って降り始めたら、はい、ジャンプボタンずっと押し。あ、ずっと押した。そう、たったそんだけで。へえ。あ、パス開いた。怖いな、なんか緊張するな。いやー、うわー、飛んだ飛んだ。あ、でも中途半端、すげえ角度が分かった。ユースさん、ユースさん、だいぶ手前で。いやー、この
いいですね、このアトラクション、おもちゃいいでしたよ。いいですね、これダブル離すか、できましたね。ダブル離して、でスペースは押しっぱで角度スペースを押しっぱします。スペース押しっぱ、おお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 すげえやばこれラリスまとってまとって、いくよいしょー。わーすごいすごい、みんな飛んでってる。ちょ俺今どこ読んの、帰れんくなるおーっとい、あーいるいる、あーすごい、これ面白い、よいしょ、すげえ。みんないるどこあーみんないるすげえ。すげえ、めっちゃ楽しい、これめっちゃ楽しいわたまらんこれすごい、うわーできるようになった。こっちだすごい、みんなガーみたい、あすげえ、ちゃんと見えるし、あ、みんな耐えみたいになってる、みんなわぁ、ちょっと耐えれましたね、このサーバーも。わぁ、すごい、ね、よかったー、バイストランちゃんにも、すげえ。わぁ、よかった、できて。アップデートで消えないでほしいですね、これ、本当にこれで、あれでしたね、森の館行った時に、うん、中継地点として使ったの村、うん、あった、あそこに確かの海底神殿も横にあったんですよ。そうだそっか、なんでその辺ももう一回行けますね、攻略行きましょうか、うん、これとド M の弓、あそうだね、そうだね、それ多分行けますよね。まだこのサーバーアップデートしてないからね。そうですね、無限もつけれるからちょっと増やしとかなあかんな。うわ楽しみだな、頑張りましょう、またそうですね、はい、ということで、うん、カズさんのそのカズクラのワールドにあるのとはまた違う、この武骨な感じ、うん、最短距離やで、はい、むき出しの状態の無駄を省いたんだよね、無駄を、うん、そうですね、みんなが真似しやすいように、うん、カズさんもやってくれましたんで、うん、思った以上になんか簡単というか、そう、材料さえあれば簡単ですよ、これ。そうですよね、うん、難しい、1個難しいのがこのスライムブロックだけだと思うんで、うん、まあ湿地帯に行って前回の動画見ればスライムの集め方も分かると思いますから、うんね、はい、もう完璧ですね、完璧ですね、今さら、あーっとー、やばい、道が漏れる、今さら聞けないエリトランチャーの作り方でした、うん、はい、バイバーイ。よし、できた、できましたね、すげー。これで最後にちょっと飛んでみて、あ、はい、ちょっとピューンってピューンって飛んで、はい、戻ってきて、わかりました、寝なくて大丈夫ですか、大丈夫一回飛んでピューン、おー飛んだ、早い、戻ってきて、はい、あれ小道が見えん、ほんとですね、あー、見えた、あー、やった、絶対やると思った、